ングリラフロンティアクソゲーハンター、神ゲーニードマントス、星に。クソゲー大好きで、クソゲーをクリアすることに情熱を注ぐ人族のオス。例えばクソゲーの24のキムバウアーみたいな存在のキャラをボコボコにしたいというモチベーションからバグを駆使してボコボコにするとか、それくらいクソゲー大好きですよというアピールからの神ゲーと呼ばれるゲームを遊んでクソゲーでやり込んだプレイヤースキルで無双するというシナリオ。全体的に1話の作りだったり、その後呪いを受けて最低最弱から裸で脱走をクリアさせられるみたいな演出がとてもよくできているが、ここからファイアーパンチする。ファイアーパンチとは前半とか1話ハメちゃんこよくできているんだけど、その後急激に失速する作品のことをうちらは指すのぜ。この漫画は別にそこまで面白くないわけではない。しかし導入と設定と1話から2話あたりの作りが良すぎたために、その後のよくある普通の MMORPG 系のナロー系作品感が目立つのでがっかり感が出る。例えばずっとダクソしていればよかったのだが、そこからなんか AI と仲良くなった人族しか入れない場所に入って AI の寵愛を受けて初回チート特典を獲得するとか、自分の周りがプロゲーマーから何まで超絶美人しかいないみたいな展開だったりが、何万回とナロー系で読んだテンプレ作品感が文芸出ており、急激にナロー系まで作品のクオリティが落ちる感じ。王道を憎く MMORPG ナロー系作品は本当にこんな感じのシナリオ進行するのぜ。ナロー系として評価するなら、中の上のようなテンプレにひとひねり入れたような電車内の暇つぶしに最適の作品。何度も言うのだけど、つまらないわけじゃないのぜ。ただ鉄血のオルフェンズもそうだけど、1話で期待値を上げすぎちゃうとちょっとこんな感じになっちゃうよねってことなのぜ。